エウロパ、またはユーロッパは木星の第二衛星である。ガリレオ衛星と呼ばれる木星の4大衛星の中では最も小さく発見されている木星の衛星の中では内側から6番目を公転する。月よりわずかに小さく太陽系内の衛星の中では6番目に大きい。1610年にガリレオ・ガリレイによって発見され、 ギリシア神話のゼウスが恋に落ちたテュロスの王女、エウローペーにちなんで名付けられた。比較的明るい衛星で、双眼鏡でも観察できる。エウロパの主成分は、計算上岩石で、水の氷からなる地殻を持ち、おそらくは、鉄とニッケルからなる金属核を持つ。また、酸素を主成分とした、極めて薄い大気を持つ。表面には、ひび割れや、 筋状の構造が見られるが、クレーターは比較的少ない。エウロパは基地の太陽系の天体の中で最も滑らかな表面を持っている。表面が若く滑らかであることから、地下には水の海が存在するという仮説が提唱されており、その海に地球外生命が存在する可能性についても議論されている。主要な理論モデルでは、 超積力によるたわみに起因する加熱によって、海が液体の状態に保たれ、プレートテクトニクスに似た氷の動きを駆動し、表面から下の海へ化学物質を吸収していることが示唆されている。内部海に起源を持つと思われる潮が、エウロパ表面に見られるいくつかの地形を覆っており、このことから内部海は海底との相互作用を起こしていることが示唆されている。 これはエウロパにおける生命の居住可能性を決める上で重要な要素である。さらに、ハップル宇宙望遠鏡による観測では土星の衛星エンケラデスで発見されているものと似た水蒸気の噴出が検出されている。これは氷火山の噴火現象に起因するものであると考えられている。2018年5月には1995年から2003年まで 木星を周回していたガリレオ探査機で得られたデータの厳密な分析に基づき、エウロパでの水の噴出活動の存在を支持する、さらなる証拠が得られている。このような噴出活動の存在は、衛星表面に着陸することなくエウロパの内部海における生命の探査を行うための手助けになるのではないかと科学者は考えている。エウロパは、地上望遠鏡による観測に加え、 1970年代前半以降は探査機のフライバイによる探査も行われている。1989年に打ち上げられたガリレオ探査機のミッションでは現在のエウロパの全体のデータが得られている。これまでにエウロパに着陸した探査機は存在しないが周回機や着陸機などのミッションがいくつか提案されている。 例えば、欧州宇宙機関が2022年に打ち上げを予定しているガニメデを主目的とした探査計画であるジュースではミッション期間中に2回のエウロパのフライバイを予定している。また、アメリカ航空宇宙局では2025年にエウロパを集中的に観測するエウロパクリッパーの打ち上げを計画している。エウロパを含むガリレオ衛星の発見者であるガリレオ・ガリレイ・エウロパは 木星の他の三つの大きな衛星であるイオ、ガニメデトカリストと共に、ガリレオ・ガリレイによって1610年1月に発見された。またおそらく、シモン・マリウスも同時期に独立に発見している。ガリレオが初めて木星の衛星を発見したのは1610年1月7日であり、パドバ大学において、屈折望遠鏡を用いた観測で、 木星の周囲にある三つの天体を発見した。しかしこの時は望遠鏡が低倍率であったため、イオとエウロパを分解できず、この二つは単一の交点としてしか観測されなかった。翌日の1610年1月8日になって、ガリレオはイオとエウロパを初めて別々の天体として認識した。そのため、国際天文学連合では、 ガニメデトカリストの発見日は1610年1月7日としているものの、エウロパとイオについては初めて個別の天体として、観測された日である1610年1月8日を発見日としている。ガリレオによって発見されたこれらの4つの衛星は、合わせてガリレオ衛星と呼ばれている。1614年にシモン・マリウスが出版したムーンディス・ジョビリスの中で、マリウスは ガリレオの発見より1週間前の1609年にエウロパやその他のガリレオ衛星を発見したと主張した。ガリレオはこの主張を疑い、マリウスのこの著作は当作であるとして退りけた。マリウスの観測記録はユリウス歴の1609年12月29日から始まっており、これはガリレオが用いていたグレゴリオ歴では1610年1月8日に当たる。 ガリレオがマリウスより先に発見を発表していることからガリレオが発見者として記録されている。エウロパの名称は他の多くの衛星と同様にギリシア神話の登場人物から付けられている。エウロパはゼウスが恋に落ちたテュロスの王女エウローペイが語源であり、そのラテン語系である。エウローペイはフェニキアの古代都市ティルスの王の娘である。またゼウスは ローマ神話におけるユーピテルに相当する存在である。英語読みからユーロッパとも表記される場合もある。なお、同じ語源を持つ同盟の小惑星としてウーロッパがある。発見者であるガリレオはこれら4つの衛星への命名権を主張し、メディチ家のコジも2世に敬意を表して4つの衛星に、まとめてコスミカシデラと名付け、これは後にメデシアシデラという名前に落ち着いた。 フランスの天文学者、ニコラ・クロード・ファブリド・ペーレスクはこれらの衛星に、メディチケにちなんだ個別の名前を提案したが、彼の提案は採用されなかった。ガリレオと発見を争ったマリウスは、これら四つの衛星に、木星の土星、木星の木星、木星の金星、木星の水星と命名しようとしたが、これも定着しなかった。その後マリウスは、ヨハネス・ケプラの助言を受け、 エウロパなどの現在定着している名称を改めて提案した。マリウスが提案したこれらの名称は長い間に渡って帰り見られることはなく、20世紀中盤までは一般的ではなかった。初期の天文学の文献ではもっぱら、ガリレオが導入したローマ数字を用いた記法であるジュピター2や木星の2番目の衛星という名前で言及された。 土星の衛星が発見された後になってようやく、ケプラーとマリウスによる名称が、木星の衛星に対して使われるようになった。発見当初は、内側から2番目を交転する衛星だと認識されて、いたが、1892年に、ガリレオ衛星よりも内側を交転するアマルタが発見され、エウロパは内側から3番目の衛星となった。 1979年のボイジャーによる観測では、さらに3つの内側の衛星が発見され、エウロパは内側から6番目の衛星となったが、ジュピター2という名称は現在でも使われており、エウロパは木星の第二衛星と認識されている。イオ、エウロパとアニメでのラプラス共鳴のアニメーション。エウロパは木星の周りをおよそ3日半かけて公転しており、 軌道半径はおよそ67万 900km である。軌道離心率はわずか0.009であり、ほぼ円軌道に近い。また木星の赤道面に対する軌道傾斜角も小さく0.470度である。他のガリレオ衛星と同様にエウロパは木星に対して長赤固定されており、光転周期と自転周期が一致している。そのため常に 同じ面を木星に向けながら公転している。これにより木星直下点をエウロパの表面に定義することができ、その地点では木星は常にほぼ真上に見え続けることになる。エウロパの本書子午線はこの木星直下点を通るように定義されている。ある研究ではエウロパの木星に対する潮汐固定は完全ではなく、実際には 全体が同期時点を起こしているわけではないという可能性も示唆されている。これによると、エウロパは、後天よりも早く時点しているか、あるいは少なくとも、過去のどこかの段階では同期していない時点を起こしていた可能性があるとされる。このことは、エウロパ内部の質量分布に非対称性があることと、地下の液体の層によって氷近くと内部の岩石部分が分離されている。すなわち、 表面の氷近くが内部海の上に浮いた構造になっている可能性を示唆している。エウロパはイオ、ガニメデと軌道共鳴を起こしている。イオの一つ外側のエウロパとに1の平均運動共鳴を起こし、エウロパはさらに外側のガニメデとに1の平均運動共鳴を起こしているため、全体では1、2、4の連なった軌道共鳴となっている。ガニメデが 自身の軌道を一周する間にエウロパは軌道を二周、イオは四周する。イオとエウロパの合わせは常にイオが近点、エウロパが炎天にいる時に発生する。エウロパとガニメデの合わせもエウロパが近点にいる時に発生する。イオとエウロパの合わせの経度とエウロパとガニメデの合わせの経度は同じ割合で変化し、そのためにミエの合わせは発生しない。すなわち、 イオとエウロパとガニメデの3つが木星から見て同じ方向に並ぶことは決してない。このような複雑な軌道共鳴はラプラス共鳴と呼ばれる。ラプラス共鳴を起こしているのが知られている天体の組み合わせは太陽系の中ではイオ、エウロパ、ガニメデが唯一である。エウロパの軌道離心率は非常に小さいがゼロではなく他のガリレオ衛星。 主にイオからの重力的な上乱によってこの値が維持されている。軌道離信率が完全にゼロではない影響で、エウロパの木星直下点は平均位置の周りでわずかに振動する。また、軌道離信率がゼロではないため、軌道を一周する間にエウロパと木星との距離は変化する。エウロパが木星にわずかに近づくと木星からの重力が強くなり、 調汐力によってエウロッパは木星の方向とその逆方向の向きに引き伸ばされる。エウロパが木星からわずかに遠ざかると木星からの重力が弱くなり調汐力も弱まるためたまに近い形状に緩和しようとする。この変化によって内部界に調汐が発生する。この調汐によってエウロパの内部が揉まれて熱が発生し内部界を 液体の状態に保つことを可能とし、地下での地質学的な活動が継続的に駆動されている。軌道理心率は主に、イオとの平均運動共鳴によって継続的に維持されているため、調汐によって継続的に加熱され続けることができる。この加熱のエネルギーの究極的な起源は、木星の時点であり、イオが木星に有機する調汐を介して、 木星の自転のエネルギーがイオに輸送され、さらにイオとの軌道共鳴を介して、エネルギーがエウロパとガニメデにも輸送される。エウロパの表面を走る独特の亀裂の分析から、過去のある段階ではエウロパは自転軸が傾いた状態で自転していた可能性があるという結果が得られている。もしこれが正しければ、エウロパ表面に見られる様々な特徴を説明することができる。 エウロパの表面を縦横に走る亀裂のネットワークは、全球的な海洋における強い潮汐によって地殻に引き起こされた応力の記録として用いることができる。例えば、潮汐によって地殻に大きな応力がかかった場合、亀裂が発生する。エウロパの凍った地殻にどのような応力の履歴が記録されているか、内部海の潮汐によってどれだけの熱が生み出されているか。 そして、海がどれくらいの期間にわたって液体であったのかの計算は、エウロパの自転軸の傾きに依存する。エウロパの自転軸の傾きは、エウロパ表面の亀裂がこれまでに考えられていたよりも、はるかに新しい時期に形成された可能性があることを示唆している。これは、過去の自転軸の向く方向は1日に、数度程度変化し、再三運動の周期は、 数ヶ月程度になりうると推定されたことが理由である。自転軸の傾斜は、エウロパの海の年齢推定にも影響を及ぼしうる。潮積力は、内部の熱源となりエウロパの海を液体に保つことができるが、自転軸の傾斜が存在すると潮積力によって、さらなる熱が生み出される。このようなさらなる加熱は、液体の海をより長い時間存在することを可能にする。ただし、 この仮説上の時点軸の変化がいつ発生したのかは分かっていない。地球、月とエウロパのサイズの比較。エウロパは月よりもわずかに小さく、直径はおよそ 3100km である。太陽系内の衛星としては6番目に大きく、また太陽系内の全天体の中では15番目に大きい天体である。木星の四大衛星であるガリレオ衛星の中では大きさ、 質量ともに最も小さいが、太陽系内の衛星で、エウロパ自身より直径が小さいものをすべて合わせたよりも大きな質量を持つ。平均密度から、素性は地球型惑星と似ていることが示唆されており、主成分は計算事業岩石である。エウロパは厚さが 100km 程度の氷の外装を持っていると推定されている。 最も外側は凍った氷の近くとなっており、氷の下には液体の海が存在していることが確実視されている。固有の磁場は持っていないものの、ガリレオ探査機による磁場の測定データからは、木星の磁気圏との相互作用によって生じる誘導事情を持っていることが示されており、内部に電気伝導率の高い物質の層が存在していることを示唆している。この層は、 塩分の多い海水である可能性が高い。地殻の一部は80度近い角度のほぼ反転するような回転を起こした可能性があると推定されているが、これは氷地殻がマントルにしっかりと接着している場合は起こり得ない現象である。したがって岩石のマントルと氷地殻は内部海によって分離されている可能性がある。また、 エウロパはおそらく金属鉄からなる核を持つ。ガリレオが撮影したエウロパの先行半球の画像。左は自然色に近く、右は色を強調してある。エウロパは太陽系の天体の中で最も滑らかな表面を持つ天体であり、山脈やクレーターなどの大規模な地形に乏しいという特徴を持つ。しかしある研究によると、エウロパの赤道領域は、 ペニテンテと呼ばれる高さが最大で15メートルの氷の先頭上の地形で覆われているとされている。これは直上から当たる太陽光によって氷が消化し垂直方向の割れ目を形成することで形成されると考えられている。ガリレオで得られた画像はこれらの特徴を識別できるほどの解像度ではなかったものの、レーダー観測と熱観測のデータからは、 このような地形が存在するという解釈を支持する結果が得られている。エウロパを横切る目立つ模様は低い地形を強調しているアルベドの特徴である。エウロパの表面は地殻変動が非常に活発で若いためクレーターはほとんど見られない。エウロパの氷地殻はアルベドが0.64であり、この値は衛星の中では最も高い部類である。 このことも、エウロパの表面は若く地質学的に活発であることを意味している。エウロパが経験したであろう水性衝突の頻度の推定に基づくと、表面の年齢は2000万年から1億8000万年程度だと考えられる。ただし、エウロパの表面の特徴を説明するために、提案されている複数の仮説にはしばしば矛盾をはらむものもあり、 現時点では完全な科学的なコンセンサスは得られていない。エウロパ表面での放射線の水準は1日あたり5400ミリシーベルトの被曝をする量に相当する。この放射線量は1日の暴露で人間に重大な疾患や死をもたらし得るほどの水準である。エウロパに働く超積力は月が地球に及ぼす超積力よりも1000倍ほど強い。 エウロパの表面を覆う氷は強い潮積力によるエウロパ自体の歪みのために裂け目ができたり塞がったりを繰り返しておりリネアやマキュラのような独特の地形が多く形成されているこれらの地形はギリシア神話とケルト神話およびイギリス各地の新石器時代に作られた巨石記念物が残っている場所などから名付けられている戦場ガリレオによる 実際の色に近いエウロパのモザイク写真。木製の反対側の半球を映したものであり、多数の線状が見られる。エウロパ表面の直線上の割れ目による複雑なパターン。色は強調されている。エウロパの最も目立つ表面の特徴は、全球にわたって重要に走っている暗い筋状の割れ目模様であり、これは線状と呼ばれている。 詳細に調査を行った結果、割れ目の両側にあるエウロパの近くの円は相対的に動いていることが判明した。大きい帯状のものは幅が 20km 以上あり、多くの場合は暗く曖昧な外円を持ち、規則的な島模様と明るい物質からなる中央の帯を持つ。この構造を形成する最も可能性の高い仮説は、エウロパの近くが広がって地下の暖かい層が 外部にさらされるのに伴い、割れ目に沿って連なった温かい氷の噴火によって形成されたというものである。これは地球の中央海嶺で見られるものと似た現象であると考えられる。これらの様々な割れ目は、大部分は木星の潮積力によるエウロパの変形によって引き起こされたと考えられている。エウロパは木星に対して潮積固定されており、 木星に対してほぼ常に同じ位置関係になっているため、超積力によって近くに発生する応力は明確で予測可能なパターンになるはずである。つまり、同じ位置は常に同じパターンの応力がかかっており、それに応じた割れ目が発生しているはずである。しかし実際には近くにかかる応力から予想される配置になっている割れ目はエウロパの中でも最も若いものだけである。 他の割れ目構造は古いものになるほど予想とは大きく異なる方向を向いて形成されている。この特徴はエウロパの表面は内部よりわずかに早く回転していると仮定すると説明することができる。これはエウロパの表面は内部界によって内部の岩石マントルから機械的に切り離されており木製の重力が内部界の上に浮いている状態の 氷近くを引っ張っていることで発生する効果である。観測時期が離れているボイジャーとガリレオの画像を比較することで、この仮説上の表面の移動の大きさに対して上限値を与えることができる。それによると、エウロパの氷近くの外装が内部に対して一回回転するためには、少なくとも12000年の時間がかかるとされた。ボイジャーとガリレオの画像の研究から、 エウロパの表面に沈み込み体が存在しているという証拠が明らかになった。エウロパの割れ目が地球の中央海嶺に類似しているのと同様に氷近くのプレートは地球のプレートに似ておりテクトニクスによってプレートは溶けた内部へと沈み込み再利用されていることが示唆されている。体調領域での氷近くの拡大の兆候と別の場所における収束の兆候から これは、プレートテクトニクスが地球以外の天体で発生していることを示す、初めての証拠だと考えられている。その他の地質特性左、超積変形を示唆する表面の特徴。線上、レンティキアリード、コネマラカオス地形。右、拡大図。ごつごつとした250メートルの高さの山と、滑らかなプレートが入り混じって存在している。 エウロパの表面に見られるその他の特徴には、円や楕円状をした電的アリーがある。これらの多くは、ドーム状の地形であり、いくらかは穴、その他は滑らかな暗い反転からなる。またその他にも入り混じったり荒い模様をしているものも見られる。ドーム状の地形の頂上部分はより古い周囲の平原の断片のように見え、これらは平原が、 下部から押し上げられた際に形成されたことを示唆している。ある仮説では、これらの連キ,キアリい構造は、外側の冷たい氷の近くを上昇する暖かい氷の貫入によって形成されたダイアピルと呼ばれる地形であると考えている。これは地球の近くにおけるマグマ溜まりに似たものである。滑らかな暗い斑点は、暖かい氷が表面を突き破った際に解放される。 雪解け水によって形成されると考えられる。荒く入り混じったレンティキアリーは、多数の近くの小さい破片から形成され、丘の多い暗い物質の中に埋め込まれるように存在しており、凍った海の中の氷山のような見た目をしている。別の仮説では、レンティキアリーは、実際には、小さいカオス地形に過ぎず、存在するとされている穴や反転、ドーム状の構造は、 初期のガリレオの低解像度の画像を拡大解釈した結果生じたアーティファクトであるということを主張している。この仮説は、エウロパの氷の層は、大流大アピルモデルによって、レンティキ的リー地形を形成するには、不十分なほど薄いことを意味している。2011年11月に、テキサス大学オースティン校などの研究者からなる研究チームは、 エウロパ表面に見られるカオス地形は液体の水からなる広大な氷抵抗の上に存在しているという説をネイチャー誌に発表した。これらの湖はエウロパの氷の近くに完全に包まれており、氷近くの元に存在することが確実視されている内部海とは別のものである。このような湖の存在を確認するためには氷近くを物理的に直接探査したり、 もしくはレーダーなどを用いて間接的に探査したりするような宇宙探査ミッションが必要である。エウロパ内部の2種類のモデル。エウロパの表面の下には液体の水の層が存在し、エウロパの潮積変形による熱によって内部界が液体の状態に保たれているというのが科学者の間でほぼ一致した見解である。エウロパの平均の表面温度は 赤道付近で 110K、極域ではわずか 50K であり、エウロパの氷近くは加工岩と同程度の硬さを持つ。エウロパに内部海が存在する可能性を初めて指摘したのは、エウロパ内部での潮石加熱に関する理論的な考察である。これはエウロパがわずかに立心率を持った軌道であることと、他のガリレオ衛星と、 軌道鏡面を起ここしているるとかから導かれた考察であるガリレオ探査機の撮像チームのメンバーは、ボイジャーとガリレオの観測で得られた画像の解析から、エウロパの内部海の存在を主張した。この主張によると、内部海の存在を示す、最も顕著な例は、エウロパ表面に一般的に見られるカオス地形であり、この地形は内部海の海水が、 氷近くから溶け出すことによって形成された領域だと解釈された。ただしこの解釈については論争がある。エウロパの研究を行っている大部分の地質学者は一般に厚い氷モデルと呼ばれる内部界の理論モデルを支持している。このモデルでは内部界と現在の表面の直接的な相互作用はあったとしても滅多に発生しないと考えられている。 熱い氷モデルを支持する最も有力な証拠はエウロパの大きなクレーターに関する研究である。エウロパに見られる最大級の衝突構造は同心円状のリングに取り囲まれており、その内部は比較的平坦で新鮮な氷で満たされているように見える。この構造とエウロパの調積によって生成される熱量の計算に基づくと 氷近くの固い災害層の厚さはおよそ10から3 0トルであると推定される。この下に広がる天然性を持った暖かい氷の層を含めると、この推定は地下にある液体の海は表面からおよそ1 0 0トルの深さに存在しているという可能性を示すものである。このモデルに基づくエウロパの海の体積は立方メートルと推定され、これは 地球の海の体積の2から3倍に相当する。厚い氷モデルに対し、薄い氷モデルでは、エウロパの氷の外装はわずか数キロメートルの厚みしか持たないとしている。このモデルの一例は、曲げ解析に基づくものであり、このモデルでは、エウロパの近くは、重い負荷によって、重みをかけられて曲げられた平板、もしくは玉柄として、モデル化される。このようなモデルでは、 氷近くの外側の断性的な部分はわずか200メートルの薄さになることが示唆される。もし、エウロパの氷の外装が、ほんの数キロメートル程度の厚さしかない場合、この薄い氷モデルは、エウロパ内部の液体と表面の接触は開いた、割れ目を介して起こり、それによって、カオス地形が形成されたということを示唆する。しかしこちらのモデルを支持しない。 大部分の惑星科学者は、このモデルは、木星の潮積の影響を受けた際に、男性的に振る舞うエウロパの近くの最も、外装のみしか考慮していないモデルであると考えている。エウロパ周辺の磁場構造。赤い線は、ガリレオ探査機が、フライバイを行った際の軌跡を示している。ガリレオ探査機による磁場の観測では、エウロパが弱い時期モーメントを持っていることが、 明らかになっている。これは、エウロパ内部で発生する固有の磁場ではなく、木製の磁場の変動する成分によって、エウロパに誘導される磁場である。この磁気モーメントによって作られる、磁場の磁気赤道での強さはおよそ120 n t であり、ガニメデの磁場のおよそ6分の1、カリストの磁場のおよそ6倍である。誘導事情が発生するためには、 エウロパ内部に高い電気伝導率を持つ物質の層が必要である。この役割を果たし得る最もらしい候補は大きな液体の塩水の内部界である。1979年のボイジャーのフライバイ以降、科学者はエウロパ表面に見られる割れ目やその他の地質学的に若い地形を覆っている赤茶色の物質の蘇生を明らかにしようと研究を続けてきた。 文工学的な観測からは、暗く赤っぽい筋状の模様とエウロパ表面の特徴は、硫酸マグネシウムなどの塩を豊富に含んでおり、内部から吹き出た水が蒸発して、塩が堆積することで形成されたことが示唆されている。また、硫酸水や獲物も、文工学的に検出された混入物質を説明可能な候補物質である。 どちらの場合でもこれらの物質は純粋な状態では無色もしくは白色であるため赤っぽい色になるためには別の物質が混合している必要があり硫黄化合物がその候補として考えられている色のついた領域の起源を説明する別の仮説としてこれらはソリンと総称される非生物由来の有機化合物でできているというものがあるエウロパの衝突クレーターとオーネの形状は 割れ目から湧き出してきた流動化した物質の存在を示唆しており、それらが噴出後に熱分解や放射線分解で変質したと考えられる。エウロパの表面で色のついたソリンを生成するためには炭素や窒素、水などの物質の供給源が不可欠であり、また化学反応が発生するためにはエネルギー源も必要である。エウロパの氷近く中の不純物の起源としては、 天体の表面を更新する氷火山現象の噴出物に由来するものや、あるいは宇宙空間から惑星間ゴミとして表面に集積するものの両方が想定されている。ソリンは全生物科学や生命起源論において役割を果たす可能性があるため、宇宙生物学の観点からも重要な化学物質である。超積加熱は超積加速によって引き起こされる。 天体内部での潮汐摩擦と天体の潮汐変形によって発生する。つまり、軌道エネルギーと時点エネルギーが衛星の核や内部海、氷近くで散逸して熱になる。潮汐摩擦内部海に引き起こされる潮汐は、海中での摩擦損失や海水と固体の海底及び上部の氷近くとの相互作用によって熱に変換される。2008年後半に、 エウロパは小さいながらもゼロではない自転軸傾斜角を持つため木星はエウロパに大きな超石波を発生させてエウロパの海を暖かく保つことができるという説が提唱されたこの過程ではいわゆるロスビー波が発生して超石摩擦において重要な役割を果たすと考えられるエウロパ内部に発生するロスビー波は す日あたり、数キロメートルしか進まない極めてゆっくりとした、ものながら大きな運動エネルギーを生み出すことができる。現在のエウロパの自転軸傾斜角の推定値が0.1度である、ことを考えると、ロスビー波からの共鳴は 7.3018J のエネルギーを持つ。これは主要な超積力によって冷気される流れが持つ、エネルギーの2000倍にもなる。このエネルギーの算率は、 エウロパの内部海での主要な熱源となりうる。超汐変形、超汐変形は、エウロパの内部と氷の近くを揉み、これが熱源となる。傾斜の大きさによって、具体的な数値は変わるものの、海流によって発生する熱は、木星や他の衛星の重力に応答して発生する核の変形によって生み出される熱の100倍から1000倍、大きくなる可能性がある。 エウロパの海底は衛星の継続的な変形によって加熱されている可能性があり地球の海の海底火山に似た熱水活動を駆動している。2016年に発表された実験と氷のモデル化の論文では潮積変形によるエネルギー産餌は過去に科学者が推定していたよりも一桁も多い熱をエウロパの氷に与えることができるということが指摘された。 この研究結果によると、氷に与えられる熱の大部分は、実際には、氷の結晶構造の変形の結果として発生するものであって、氷の粒子間の摩擦によるものではないことが示された。氷のシートが、より大きく調石変形を受けるほど、より大きな熱が生み出される。放射性改変調石加熱のほかに、エウロパの内部は、岩石マントルに含まれる。 放射性物質の崩壊によっても温められうる。しかし理論モデルから得られる根や観測されている熱流量の値は放射性物質の改変のみで生成されうる熱量の100倍も大きいものであるため、エウロパ内部の熱源としては超積化熱が主要であることを意味している。ガリレオによって検出されたエウロパからの噴出の想像図エウロパからの水の噴出と思われる特徴の 合成画像。2012年にハップル宇宙望遠鏡によって得られたエウロパの画像の中からエウロパの南極付近から噴出している水蒸気と思われる特徴が発見された。画像の分析から噴出物の高さは表面から 200km にも及びエベレスト山の20倍を超える高さにまで達していることが示唆された。もしこれが実在のものであるとすると 噴出は完結線的に発生しており、エウロパが木星から最も遠ざかった地点で発生しているように思われることが示唆された。これは噴出が超積力によって引き起こされると仮定した場合の理論的な予測と一致する特徴である。2016年にもハップル宇宙望遠鏡によってこの噴出の存在を支持する観測結果が得られている。2018年には 1995年から2003年にかけて木星を周回したガリレオ探査機によって得られたデータの最新の厳密な分析に基づき、エウロパでの水の噴出活動の存在を支持するさらなる証拠が得られた。ガリレオは1997年にエウロパの表面から 206km 以内という非常に近距離を通過しており、 科学者はこの時に探査機が噴出の中を通過した可能性があることを示唆した。このような噴出活動は衛星表面に着陸することなくエウロパの地下の海における生命の探査を行う手助けになると科学者は考えている。太陽系内で他に水蒸気の噴出が発見されているのは土星の衛星エンケラドゥスのみである。エウロパでの噴出量は1秒あたり7000。 キログラム程度と推定されており、エンケラデスでは1秒あたり200キログラム程度と推定されている。紛失の存在が確認された場合、探査機による紛失を通過するようなフライバイを行える可能性が広まり、衛星に着陸して何キロもの深さの氷近くの掘削を行うことなく、その場で内部海の成分を分析するためのサンプルが得られることが期待される。 1995年に行われたハップル宇宙望遠鏡の高分三分光器を用いた観測でエウロパに酸素分子を主成分とする薄い大気が存在することが明らかになった。エウロパの大気の表面圧力は0.1パスカルであり、これは地球の大気圧の10から12倍に相当する。さらに1997年にはガリレオ探査機の観測によって 家電粒子からなる高層大気層である希薄な電離圏の存在が確認された。この電離圏は太陽放射と木星の実機圏からの高エネルギー粒子によって形成されており、これはエウロパに大気が存在することを指示する証拠である。地球の大気中に存在する酸素とは異なり、エウロパの大気中の酸素は生命起源ではない。エウロパ表面に 重力的に束縛されている大気は放射線によって分子が乖離する反応である放射線分解によって形成されている。太陽からの紫外線と木星磁気圏からの家電粒子がエウロパの表面の氷に衝突し水分子を酸素と水素に分解する。こうして生成された成分は吸着されその後スパッタリングを受けて大気中に放出される。スパッタリングとは 天体の表面に高速の粒子が衝突し、表面にあった粒子がエネルギーを与えられた結果として叩き出されて散逸する現象のことである。紫外線や放射線が衝突することによって、これらの生成物が表面から放出されることもあり、これらの二つの過程の釣り合いで大気が形成されている。酸素分子は寿命が長いため、エウロパの大気では最も多い成分である。 表面から大気中に放出された酸素分子は重力に引かれて再び表面に戻った後水や過酸化水素分子のように固着せずまた表面から脱着して再び放物線軌道を描いて大気中を運動する一方で水素分子は非常に軽くエウロパの重力から脱出できるため放出された後は表面には戻ってこないエウロパ表面の観測では 放射線分解によって生成された酸素分子の一部は表面から放出されずその場に止まることが明らかになっている。エウロパの表面は地下にある海と相互作用していると考えられているため、この酸素分子は内部海へ到達し存在しているかもしれない生物学的プロセスに役立つ可能性がある。ある推定では、エウロパの表面の最大年齢が5億歳と、 見積もられていることに基づく表面の更新速度を考えると放射線分解によって生成された酸化物質のエウロパ内部への沈み込みによってエウロパの海の有利酸素濃度は地球の深海に匹敵する値になると考えられている一方でエウロパの重力から脱出する水素分子は酸素原子、酸素分子とともに木星を交点するエウロパの軌道の周りに ガストーラスを形成する。この中性粒子の雲はカッシーニやガリレオによって検出されている。このようなガストーラスは内側の衛星であるイオにも存在していることがわかっているが、エウロパの中性粒子の雲はイオのものよりも多い個数の原子や分子を含んでいる。理論モデルでは、エウロパのトーラスの中にいるほとんどを全ての原子や分子はいずれ電離され、 木星の磁気圏内のプラズマの供給源となっていると考えられている。1973年にパイオニア10号が初めてエウロパに接近して写真を撮影した。しかし非常に遠方を通過したため詳細な画像は得られなかった。ボイジャー2号によって撮影された詳細なエウロパの写真。エウロパの段差が初めて行われたのは 1973年と1974年にパイオニア10号とパイオニア11号がそれぞれ木星をフライバイした時である。この時に撮影された初めてのエウロパの接近画像は後の探査ミッションで得られたものと比較すると解像度の低いものであった。ボイジャー計画の2機の探査機が1979年に木星系を探査した際に エウロパの氷に覆われた表面のより詳細な写真が得られた。ボイジャーによって得られた画像から多くの科学者はエウロパの地下に液体の海が存在する可能性について考えることとなった。ガリレオは1995年から2003年までの8年間にわたって木星を周回し、今日に至るまでで最も詳細なガリレオ衛星の探査を行った。 ガリレオが行ったミッションの中には、ガリレオエウロパミッションや、ガリレオミレニアムミッションなどの延長ミッションがあり、このミッションで、エウロパへの多数の接近観測が行われた。2007年には、冥王星へ向かう途中のニューホライズンズが、木星系を通過し、エウロパの観測が行われた。エウロパは、地球外生命が存在する可能性があるという観点で注目を集めており、 将来の探査ミッションに向けた着実なロビー活動が続けられている。これらの探査ミッションの目的は、エウロパの科学蘇生を探るというものから、内部海に存在が仮定されている地球外生命を探査するというものまで、非常に広範囲にわたっている。ロボットを用いた探査計画も立案されているが、エウロパでロボット探査を行うためには、 木星やエウロパ周辺の高い放射線環境に耐えうる機材が必要である。エウロパにおける放射線環境は1日あたり5.40シーベルトという高いものである。エウロパクリッパーエウロパクリッパーの完成予想図。2011年にアメリカのプラネタリーサイエンスで下るサーベイによってエウロパの探査ミッションが推薦された。NASA はそれに応じて エウロパクリッパーと呼ばれるエウロパのフライバイ探査機やエウロパの周回機、さらにはエウロパへの着陸機の概念研究を開始した。周回機ではエウロパの海の科学研究に主眼を置き、フライバイを行う探査機は科学やエネルギー科学に主眼を置くこととされた。2014年1月13日にアメリカ合衆国会員の採出委員会は、 エウロッパのミッション概念研究を継続するための資金8000万ドルを含む超党派の法案を発表した。2013年7月にエウロッパクリッパーの更新計画がジェット推進研究所とジョンズ・ホップキンズ大学の応用物理研究所によって提案された。さらに2015年5月に NASA はエウロッパクリッパーの開発を承認したと発表し、この探査機に使用される。 予定の危機を明らかにした。エウロパクリッパーの目的は、エウロパにおける生命の居住可能性を調査し、将来のエウロパ着陸機計画における着陸地点の選定を支援するための探査を行うことである。エウロパクリッパーはエウロパを周回する軌道には入らないが、木星を周回しながら、エウロパ上空の蛍高度を45回フライバイすることが構想されている。 探査機には氷の中を探知するレーダー、短波長の赤外線分光器、地形を撮影するためのカメラ、イオンと中性粒子の質量分析系が搭載される予定である。2018年時点では、エウロッパクリッパーは NASA が開発中の大型打ち上げロケットのスペースローンチシステムでの2023年の打ち上げか、もしくはデルタ4ヘビーか、 ファルコンヘビーなどの代替ロケットを用いた2022から2025年の打ち上げが予定されている。エウロパランダー現在概念研究が行われているエウロパ探査計画として NASA によるエウロパに着陸する探査機の計画であるエウロパランダーがある。上記のエウロパクリーッパーによる探査の一環としてエウロパランダーが着陸するべき地点の選定に 使えるような地形のデータを取得するものとされている。2018年の研究では、エウロパの表面は高いギザギザの氷の先頭に覆われている可能性があることが示唆されており、これはエウロパランダーが着陸を行う際の障害となる可能性がある。ジュース2012年には欧州宇宙機関によってジュピター IC ムーミエクスプローラーが計画ミッションとして採択された。 ジュースの主目的はガニメデの詳細な探査であり、最終的にはガニメデの周回軌道への投入が予定されているが、ガニメデ周回軌道への投入前の木星を周回して観測を行う段階で、エウロパを2回フライバイして観測を行うことが予定されている。左、クライオボットと展開された潜水艇のハイドロボットの創造図。右、 2005年に NASA が公開したエウロパ着陸ミッションの概念図。エウロパ N 探査ミッションはこれまでに様々なものが提案されている。これらの提案には採用されなかったり中止になったりしたものも多いが、その後に提案され採用された別の計画の基礎となったものもある。イジザム2000年代前半にエウロパジュピターシステムミッションと呼ばれる。 木星の氷衛星への探査ミッションが提案された。これは NASA が主導する、エウロパ周回機であるジュピターヨーロッパイービターと、エサが主導するガニメデ探査機のジュピター、ガニメデオービターからなる共同ミッションであり、2020年の打ち上げが予定されていた。この計画には JAXA も木星磁気圏を探査するジュピターマグニートスフェリック、オービターで参加する構想があった。 2009年にイジザムは土星とその衛星タイタンやエンテラドゥスの探査ミッションであるタイタンサターンシステムミッションよりも高い優先度が与えられた。この段階ではイジザムは他の探査計画と予算的に競合する状態にあった。しかし2011年4月にエサは現状の NASA の予算では2020年代初頭に イジザムの打ち上げを行うのは困難だと判断し、J5 の設計に基づいて、新しい探査計画であるジュースを立ち上げることとなった。ジョビアン、ヨーロッパオービタージョビアン、ヨーロッパオービターは、エサが2007年から実現可能性の検討を行っていた探査計画である。この計画では、探査機をエウロパ周回軌道に投入して、探査を行うものとされていた。 エウロパ周回機のジオと、木星の磁気圏の外部を超大円の軌道で周回して、ジオと地球の通信をリレーする役割を果たすジョビアン、リレースプスクラフトから構成され、可能であれば、ジオにはさらに氷近くのその場分析を行うための、重量 1kg 未満の超小型探査機を搭載し、エウロパ周回軌道上で分離することが想定されていた。アイスクリッパー。 エウロパ表面の物質を採取してサンプルリターンを行う計画としては1996年に立案されたアイスクリッパーという概念研究が存在した。これは水性探査機のディープインパクトに搭載しているのと似た衝突体を使用することが計画されていた。アイスクリッパーは衝突体を計画的にエウロパ表面にぶつけて破片を噴出させ その後小さい探査機がその破片の噴出の中を通過することでサンプルを収集するとされていた。ジュピター IC ムーンズオービタージュピター IC ムーンズオービターは NASA が提案していた木星の氷衛星のための探査機である。この計画は NASA による原子力発電から動力を得る宇宙機を開発するプロメテウス計画の一部であり探査機の動力源として 小型の原子炉を搭載し、推進にはイオンエンジンを用いることが予定されていた。ジモでは小型の原子炉を搭載したエウロパ着陸機であるヨーロッパランダーミッションが計画されており、周回機を介して地球との通信を行うとされていた。しかしこの計画は2006年に中止された。エウロパオービターエウロパオービターは2002年に中止された NASA による 探査ミッションである。この探査機の目的は、エウロパの内部海の大きさを測定することと、海とエウロパ新部との関係を明らかにすることである。搭載が予定されていた機器は、電波のサブシステムやレーダー高度計、磁気センサ、ラングミュア単身、地図作成のためのカメラなどである。エウロパオービターの特色は、氷の表面の下をスキャンするための氷を通過する、特別なレーダーであった。 この計画は九百九十九年に進行の承認が降りたものの二千二年に中止となった。エウロパオービターの計画で得られた成果は蒸気の維持ザムにおける NASA の事業へとつながったがこちらも二千十一年に事実上中止になっている。エウロパの表面か浅い場所に凍結している可能性のある生命の痕跡を探査するために熱ドリルと組み合わせたインパクターなどのより野心的な 探査のアイデアも提案されている。2001年に提案された構想に原子力でエネルギーを生成する大きな溶融探査機というものがある。これは表面の氷近くを溶かして内部海に探査機を到達させるというアイデアである。探査機が内部海に到達した後にハイドロボットと呼ばれる自立型無人潜水機を切り離し、エウロパの内部海の情報を収集して地球に 送信する。地球に由来する生物のご検出を防ぎ、また、エウロパの内部海の環境汚染を防ぐためには、クライオボットとハイドロボットには、両方とも何らかの形で徹底した滅菌を施す、必要がある。この構想は、まだ正式な概念研究を行う段階には、到達していない。ジャイアントチューブワームなどの多細胞生物が、 地球深海の熱水噴出口の付近で発見された。大西洋海底のブラックスモーカーと呼ばれる熱水噴出口。地熱のエネルギーによって駆動されており、このような熱水活動領域は科学付近衡を生み出し生命のエネルギー源を供給する。現在までにエウロパに生命が存在することを示す証拠は得られていないが、エウロパは 太陽系の中で最も生命が存在する可能性が高い場所の一つとして注目を集めている。エウロパ内部の氷に覆われた海は地球における南極大陸の氷底湖であるボストーク湖に近い環境であると推測されている。1970年代まで少なくとも一般的に理解される概念としては生命は太陽からのエネルギーに完全に依存していると 考えられていた。植物による光合成生態系のことである。たとえ太陽光の届かない深海の生命であっても、間接的に太陽光の恩恵を受けたものと考えられていた。しかし、海底探査による化学合成生態系の発見が従来の常識を覆した。1977年の深海探査艇アルビン号によるガラパゴス海霊の探索では、 ジャイアントチューブワーム、貝類、甲殻類などの様々な深海生物が、ブラックスモーカーと呼ばれる熱水噴出口の周りに群生しているのが発見された。これらの生物は太陽光が全く届かないにもかかわらず、繁殖しており、また後に解明されたところによると、全く独立な食物連鎖を形成していた。この食物連鎖の基盤は、植物ではなく、 化学物質の酸化反応からエネルギーを得ていたバクテリアだった。これらの化学物質とは水素や硫化水素などであり地球内部から噴出しているものであった。このようなエネルギー合成システムを化学合成という。これは生命の研究において革命的な発見であり、生命には必ずしも太陽は必要ではなく水とエネルギーがありさえすればよいということが 明らかになった。また、この成果は、宇宙生物学にも新たな道を開き、地球外生命の存在可能性を著しく広げることになった。そのため21世紀初頭において、エウロパの光の届かない海洋は、太陽系の中でも最も地球外生命の存在が期待されている場所である。化学合成生態系のプロセスが発見されたのは地球だが、これは、 エウロパの生命モデルの可能性として有力である。しかし、このようなエネルギー源では、地球表面の光合成を源とする生態系のように、広範で多様な生態系を形作ることはできない。エウロパに生命が存在した場合、地球においてエンドリスと呼ばれる生命が生息している場所のような熱水噴出口や海底に固まって存在している可能性がある。あるいは、 地球の極地での藻類や、最近のように、エウロパの氷の層の下面にしがみつくように、生息していたり、エウロパの内部海を漂っていたりするものもあると、考えられている。もし、エウロパの海が低温すぎた場合、地球で起きているのと同じ生物学的過程は、発生しない可能性がある。また塩分が多すぎる場合も、極端な格子を菌しかその環境では生きられない。 超積力によってもたらされるエネルギーは熱水噴出口などのエウロパ内部での地質学的活動を駆動する。イオでも同様の活動が発生しているが、イオはエウロパよりもはるかに活動が活発である。エウロパでも地球と同様に放射性物質の崩壊熱が内部での熱源になっていると考えられるが、超積摩擦や超積変形によって生み出されるエネルギーの方が 放射性物質由来のエネルギーより数桁も大きい。エウロパに全球的に存在すると考えられている内部海とは別に氷の近くの中に液体の水の湖が部分的に存在することを示す観測結果も得られている。もしこれが確認されれば、これらの湖も生命を宿している可能性がある候補地となる。上記のようにエウロパの生命は 氷近くの下にある内部海のおそらくは地球の深海の熱水噴出口に似た環境に存在する可能性があると考えられている。しかし2016年の NASA の研究では、エウロパに火山性の熱水活動がなかったとしても、火山活動を直接必要としない蛇紋岩の形成と氷に由来する酸化性物質に関連したプロセスによって、 地球に似た水準の水素と酸素が生成されうることが分かっている。2015年には内部海に危険を持つ塩がエウロパのいくつかの地形を打っていることが明らかになり、これは内部海の海底において海と海底が相互作用を起こしていることを示唆していると考えられた。これはエウロパにおける生命の居住可能性を考える上で重要な要素である可能性がある。 エウロパの岩石マントルと液体の水が接触している場所がある可能性があるため、その箇所に探査機を送り込むことを求める研究者もいる。アリゾナ大学のリチャード・グリーンバーグラは、エウロパ表面の氷への放射によって氷近くは酸素と化酸化物で飽和し、それらの物質はテクトニクスによって、エウロパの内部海へ輸送されるという理論モデルを2010年に提案した。 このモデルでは、この過程によって、エウロパの内部海はわずか1200万年程度の期間で地球の海と同じ水準まで酸化させられ、複雑で多細胞の生命の存在が可能になるとされている。エウロパにおける生命の痕跡の化学物質に及ぼされるであろう、放射線の影響。過酸化水素はエウロパの表面の広範囲にわたって豊富に存在している。 可能性があることが研究から示唆されている。過酸化水素は液体の水と反応することで酸素と水に分解されるため、この分解過程は単純な生命体にとって重要なエネルギー源になる可能性があると考える研究者もいる。粘土鉱物、具体的にはフィロケ算酸塩は地球ではしばしば有機物に伴って存在しているが、これは エウロパの氷近くでも検出されている。この鉱物は小惑星下水星との衝突の結果として存在していると考えられている。何人かの科学者たちは地球上の生命が小惑星の衝突によって宇宙空間に吹き飛ばされ、それが木星の衛星に到達した可能性があるという主張をしている。隕石によって生命が他の天体に拡散されるとする説は岩石。 アンスペルミアと呼ばれている。ありがとうございます。